皆さんこんにちは。今日はいつもと違う時間帯ということでどうかなと思ったんですが、リズムとかあります。昇進メモということで、まだ昇進がお手元にない方、こちらで準備したものが若干ありますので、ぜひお声をかけてください。今日はですね、昼間に嵐山の方でデモをされたということで、そちらの方からも、ね、たくさん参加されてるんですよ。でぜひ何か一言いただきたいなというふうに思いますので、マイクを振らせていただきます。どなたか代表でお食べさせはじめまして、嵐山デモ主催の竹松と申します。今回星見のツイッターでちょっとやり取りさせていただいて、初めてこの集まりに参加させていただきます。よろしくお願いします。で今回嵐山にはなんか遠方からの人間が多くて、東京とか石川とか、はい、そちらの方に。すごい、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 渡部さんの方の、話とつながりで、前の監督やらせていただいて、先ほどのことやらせていただいて、顔出しにして、ちょっと子供の様子で、子供がちょっともうバテバテだと、ちょっと歩けないかもしれないんですが、東京から参加しました、村上と申します。ツイッター名はダミアンという名前で通ってます。毎週金曜日官邸前で、ドラム叩いてます。よろしくお願いします。こんにちは、私は関西で山崎から来ました。で今日は嵐山のこちらに寄せてもらってます。よろしくお願いします。実はですね、今日ちょっと今お話し中なんですが、全国デモ秋山さん全国のデモをね、撮影して回っておられる秋山さんが今日ご参加いただいてるんですよ。ぜひ一言関東からの秋山さん挨拶です。はじめまして、神奈川県の藤沢から参りました、秋山と申します。今日このデモで多分133回か4回目ぐらいなんですけれども、もう100回超えたあたりからもうよくわかんなくなってきましたねもう午前中は岐阜市のデモを撮影してきて、今新幹線でこちらに、もうやってきました。もう頑張って京都が大好きなんで、もう今日は、ね、楽しみにしてますので今日はやっぱりそういう住宅地の中でやるってことで、これ自分の家から徒歩で行けるっていうところのデモっていうのはやっぱ絶対大事だと思うんですよね。というのもそこにはやっぱり知ってる人も来るし、自分たちの、コミュニティを広げる意味でもやっぱり絶対大事だと思うんで、まあ、日本のこういう住宅地デモっていうのを僕はもう大いに応援しています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。いかがでしょう、今日ご参加の方で一言ずつ聞きましょうか。滋賀からですね、はい。なかなかサラリーマンなんで、参加できないんですけど、伏見は2回目です。ちょっと仕事早めに切り上げてきました。さっき秋山さんおっしゃったように、地元のデモって非常に大事だと思うんで、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。今日は提灯パレードということで、それは手作りで作られたものですよね。一言、
先月は雨でできなくて残念だったんですけど、その時にあの提灯の作り方を教えていただきまして、あの風船の周りにラップを貼って、和紙を貼って、風船をあのすぼめてあの作りました。よろしくお願いします。電気あの LED が入ってます。今日初めて参加されるという方いらっしゃいます？あ、今日はお子さんと一緒にご参加でしょうか？ぜひ思いを一言いただきます。ということでごめんなさい。ぜひともあの今日皆さんに一言を伝えたいという方いらっしゃったらいいですか？いかがでしょう？のを作ってきて、宇治市から来ました。あの時期的には今が一番大事な時じゃないかなと思いますので、あの頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。あそこで見てらっしゃる方も初めて。いかがでしょう？一言いただけましたらダメですか？こちらの方で準備した提灯がもう少しありますので、お手元に提灯がないとかいう方いらっしゃいましたら、あのぜひご利用ください。で、出発までちょっとまだあの時間がありますが、ちょっとねここで炊いていただいていただきましょうか。はい、しばらくの間どうぞ音を楽しんでください。
ありがとうございました。あの力強い未来がね、頼もしいですね。はい、それではあのそろそろちょっと準備の方に入りたいと思いますので、あのこちらの方に準備をして、2列渋滞です。Thank you.
神奈川、石川、名古屋、滋賀、嵐山、全国各地から仲間が集まって
します。ちょっと今、京阪の伏見桃山駅前です。すみません、復旧で速やかに通っていただきます。お願いします。僕はオートバイの事故で右足を失いまして、遅刻でございます。
今日朝愛知県から京都の方に向かって走ってきたんですが、はい、鈴鹿の、すみません、もうちょっと、三重県はですね、雨が降っておりました。ちょうど今西の空のような感じで曇っておりました。今の日本の現状はどうなんでしょう。皆さん閉塞感に苛まれ、非常に不安を覚えているんじゃないでしょうか。これは僕の率直な気持ちです。三重県を過ぎて滋賀県に向かう途中で西の空は晴れてくれました。あそこまで走れば濡れなくて済む、そんな思いで走っておりました。どうなんでしょう、今の日本は曇ってますよね、雨降ってますよね。いろんな部分でみんなの気持ちが暗い方向に行ってるんじゃないですか。でも必ず夜明けはあります。絶対そこに向かっていきましょう。僕は先ほどお話したように義足です。20年以上前は義足を出して歩くと刺さるような視線を感じました。見せ物を見るような視線を感じました。でも今は感じません。今こうやってデモをやってても皆さんちょっと冷たい視線を感じること率直あると思います。でも20年やってみましょう。必ず変わります。みんなで、みんなで変えていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。皆さん、大きいから今日はね、残り1日の嵐山の方に参りまして、嵐山の方からも、ね、たくさんの方、今日こちらの方にもね、流れと参加していただいたということで、本当にこの伏見の街で、きっちりと一体ができたのではないかというふうに思います。来月もやります。一応10月13日を予定しています。聞こえました？はい、13日、はい、ぜひともまたご参加いただけたらというふうに思います。はい、では今日はこれで解散いたします。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。配信終了いたします。ありがとうございました。